マイコちゃん、マイコちゃん、マコちゃん、マコちゃん、ちょっとそっち側いた方がいいのかな。あ、も、ももちゃん、ももちゃん、はい、あ、ここにおった。I'm not afraid to die.
し私たちスプラッシュの紹介をさせてください。はい、私たちはアクターズスクール広島の代表ユニット、そしてサッカー J1 リーグサンフレッチェ広島の公式応援団サンフレッチェレディースとしても活動しています。はい、サンフレッチェ広島が今ね5位とどんどん調子を上げてきておりますので、皆さん一緒にエディオンスタジオで応援しましょう。お願いします。毎回ね、お祭り広場というところでステージをさせていただいてるんですけど、よかったらね、皆さん会いに来てくれたら嬉しいなと思います。会いに来てください。お願いします。はい、それでは次の曲はそんなサンフレッチェ広島の公式応援ソング、ときめいてハットトリックです。はい、イントロやサビでタオルを回す振りがあるので、もしタオルを持っている方、もしいらっしゃってない、持ってる方もいるのね、持ってない人もね、手をね、ブン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 、初めましての方も持ってないと思いますので、手を振っていただければなと思います。おタオル、おタオル、一緒に盛り上がりましょう。おタオル、お願いします。それでは聴いてください。ときめいてハートドリンク。岩田のタオル使ってるから、ありがとうございます。Yeah.
もう胸いっぱい。はい、次の曲は。はい、次はね、初々しい練習生の4人がね、歌ってくれます。はい、じゃあお願いします。曲紹介。はい、お願いします。何これ？純恋歌？純恋歌？違う。あれ？あれ？ちょっと。違う。あれ？マスじゃ。じゃあ先に紹介しよう。ただいま。はい。今から私たちが歌う曲はポラリスという曲です。やった。皆さんカメラ回ると思うんですけど、一緒に盛り上がってくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。はい。この世界は条件全員朝から英語に
聴いていただいたのは研修生4人でポラリスと私たちのオリジナルソング Never Give Up でした。ここまで何曲かやってきましたが、まだまだ盛り上がりますか？後ろの方も行けますか？みんな行けますか？ありがとうございます。それじゃあ次行きましょう。はい、それでは引き続き盛り上がっていきましょう。次の曲は私たちのオリジナルソング君のスピードでです。この曲は苦しい時、辛い時があっても君のスピードで頑張れば大丈夫だよという応援ソングとなっています。歌詞にも注目して聴いてみてください。それでは聴いてください。今日は聴いてくださりありがとうございます。
ちが普段通っているアクターズスクール広島についてお知らせをください。はい、すいません。パネルが来るのでね、少々お待ちください。ね、ちょっと待ってください。11月じゃなかった。10月20日の日曜日に、はい、アクターズスクール広島の11月入学のオーディションっていうのがあるんですけど、それは4歳から20歳の男女が単ショット。パネルが来ない。パネルが来ないね。パネルさんいます。あ、パネルさんお願いします。4歳から20歳の男女が対象となっています。まだ間に合う。まだ間に合う。アクターズでレッスンがしたいなっていう方はぜひオーディションを調べてみてください。アクターズスクール広島って調べたら、多分このオーディションのことについて出てきて申し込みもできるので、もし興味がある方は調べてみてください、はい、そしてアッシュ W というコースもあって、それは18歳から29歳までの大人の女性の方が間に合うオーディションなしでレッスンできちゃうコースです。間に合う、間に合う、間に合う、大丈夫、大丈夫、一切ついてるけど書類で落ちるかもしれんけど、ね、間に合う、ね、趣味感覚ですごい楽しくレッスンできるので、はい、もし気になったらこの後ある物販のところにチラシを置いておくので、ぜひ持って帰ってください。持って帰ってみたらいいのね。はい、お願いします。お願いします。アッシュキッズもね、アッシュラベリーもちっちゃい子からお姉さんまでたくさんの方々が一緒にレッスンやっているのでね、楽しく興味があるなって方はぜひぜひチラシは後で置いておくので持って帰ってください。お願いします。はい、じゃあ次がね、はい、最後の曲に行きます。あの曲違ったらもう帰るめっちゃ綺麗だったね。でもね、最後の曲はちょっとね変わんないんで、すいません。最後は最後の曲、はい、はい、最後の曲は私たちのオリジナルソング、雲の切れ間に。この曲はね、すごい聴きの歌詞がいっぱいあるので、皆さんも聴きながらお気に入りの歌詞をね見つけてくださったらいいなって思います、はい、一緒に踊ってね、これとか多分ね、見ながらできちゃう。はじめましての方もね、そうそう、ぜひ2回目ぐらいからねやってもらえたら無理や、多分できる、はい、それでは聴いてください。無理や、雲の切れ間に見上げた空に広がった、we'll be right back.
心配してたんですけど、盛り上がり方がすごかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この後の物販ではですね、今私たちが歌わせていただいたネバーギブアップや君のスピードでが入った翼というアルバムと、最後に歌ったね、はい、雲の切れ間にという CD が販売されます。もしね、気になった方はぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ高城祭盛り上がっていきましょう。まだ皆さん楽しんで帰ってください。それではスプラッシュでした。バイバイ。マイコちゃん、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 マイコちゃん。来た。寒いんだもん。暑いよ。